それでは今回は1億円貯める方法をお金持ち1371人に聞きましたについて解説したいと思います。この本で伝えたいことは2つあります。1つ目が億万長者になるのは実は簡単って話、2つ目が億万長者の発火像について解説します。まず最初に、実は億万長者になるのは簡単だって話です。貯金1億円をどう貯めるのか、これについて考えていきたいと思います。アメリカやヨーロッパ、日本などの豊かな先進国っていうのは誰でも億万長者になれると冒頭で書かれていました。そんなわけないと思う方多いと思うんで、しっかりと説明していきたいと思います。アメリカの億万長者を対象とした大規模の調査がありました。そこに期待資産額という指標があります。自分がお金持ちかどうかを知るための方程式です。その方程式っていうのは年齢×年収割る10で計算できます。皆さんもぜひ計算してほしいです。40歳で例えば年収が600万円とすると、期待資産額っていうのは2400万円になります。55歳で年収が1000万円なら5500万円になります。計算してみるとわかると思います。ハードルはかなり高いです。30歳で400万であれば期待資産額っていうのは1200万です。おそらくそんなに溜まってないと思うんですよ。アメリカの典型的な億万長者っていうのはニューヨークのペントハウスに住んでるんではなくて、下町のありふれた家に住んでます。日本であれば億万長者は六本木ヒルズではなくて皆さんの隣に住んでます。なぜかっていうと、お金を使えばお金はたまらないからです。貯金しているかどうかが大事ってことです。皆さんは貯める力がありますか？増やす力も大事なんですけど、ここでは貯める力をしっかりと話したいと思います。貯金ができるだけでお金っていうのは実はたくさん貯まります。資産っていうのは収入の大きさ、年収の大きさで決まるんではなくて、収入と支出の差額から生み出されるってことです。例えば収入の 10% から 15% を貯金に回すことができれば、誰でも億万長者になれるってことが本では書かれていました。日本では平均的なサラリーマンが生涯に得る収入っていうのは3億円から4億円と言われています。共働き夫婦の生涯収入を総額6億円として、そのうちもし 15% を貯蓄できれば、それだけで9000万円になります。仮に貯金率を 10% の6000万円としても、年率 3% 程度で運用すれば退職時の資産っていうのは1億円を超えています。またスイスの大手金融機関が発表したグローバルウェルスレポート2016では、資産額が100万ドル約1億1000万円を超える富裕層の人数っていうのは、実は日本はアメリカに次いで世界2位で282万6000人になっています。日本の世帯数っていうのは約5300万います。そのうち全世帯の 5.3%、 20世帯に1世帯がミリオネア世帯っていうことになります。先進国ではこのように億万長者はあなたの隣にいるってことです。20人に1人が実は1億円以上の貯金があるってことをしっかりと理解してください。続いて億万長者の発火像について解説していきたいと思います。まず一つ目が、経済的成功の鍵となるのは人一倍の努力って話です。まず重要なのは努力することです。周りが遊んでいる時に仕事に没頭できるか、人の3倍やれるのか。人が使いたくないことっていうのは僕は3つあると思います。お金を使う、時間を使う、努力をする。できればお金も使わず、時間も使わず、努力もせずにお金持ちになりたいと思うんですよ。でもそれは無理です。みんながやってないことをやるからお金持ちになることができます。ここで僕が伝えたいのは1万時間の法則っていうものです。天才成功する人々の法則のマルコム・グラッドウェルって方が編み出した法則です。サッカー選手とか音楽家とか経営者、さまざまな分野のプロっていうのは1万時間の練習期間があったことを指摘しているものです。具体例として、ビートルズっていうのは売れていない時に1日8時間以上、約1200回以上ライブをしています。ビル・ゲイツは中学2年生から大学中退まで1万時間以上プログラムの開発に時間を投資しています。イチロー選手は小学3年生から中学3年生までの7年間、1年間に363日バッティングセンターで毎日200球以上の練習をしていました。なぜ365日じゃないかっていうと、それは2日間バッティングセンターが休みだったからです。サイバーエージェントの藤田さんは20世
域を代表する会社を作るという目標を持ってから毎日終電まで働いて、土日も夏休みも正月も働き続けました。食事っていうのは自動販売機のパンのみだったそうです。1年目であらり5000万円の数字を出しました。また AKB48 のプロデューサー秋元さんは1日19時間が仕事と答えています。どこからが仕事で、どこからが仕事でないかっていう境目がなくて、食事をしてても常に何かネタになることはないかと考えたりとか、脚本に使えないか考えたりして、結局寝ている時間以外は全て仕事しているって答えてます。周りと差をつける圧倒的な成果を出すためには、この1万時間の法則っていうのをぜひ理解していただければと思います。2つ目が、学業成績が悪いからといって成功への意欲を失ってはいけないってことです。学歴では年収とか貯金は決まらないです。学校じゃないってことです。成功とか貯金っていうのは後天的に作られます。皆さんがどう考えてどう行動どうするか、そしてやり続けれるか、これらの意欲っていうのをぜひ高めてほしいです。仕事への情熱が特に大事です。仕事に対して熱い思いがあるかどうかです。社会のため、将来のため、家族のため、自分のため、全力で仕事に没頭しているかどうかです。仕事に没頭している人っていうのはもちろん仕事でも成果が出やすいです。今の仕事にやりがいがあるのか、これらっていうのをぜひ持ってほしいと思います。仕事への情熱、これらがあれば成功することができるってことです。続いて3つ目が、多少の経済的リスクは背負う勇気を持って、たとえ失敗してもそれを克服する方法を学ぶってことです。なぜ成功者は勇気があるのか、それは不安とか失敗に恐れていないからです。失敗を失敗として捉えるんではなくて、失敗から気づきを得るとか学びを得ようと思っています。失敗を教科書にしているってことです。僕は公認会計士試験を目指すときにリスクを背負う勇気とか覚悟を持っていました。その時言われた言葉があります。公認会計士に合格できるのは天才の中の 10% しかいないと。しかも在学中に合格できるのはごく一部だと。無理だからやめておけって言われたんですよね。10人に1人も合格できるのかって思うのか、1人しか受からないのか、何々もと捉えるのか、何々しかと捉えるか、この差が人生を大きく変えます。こういった反対の声をバネにできるか、成功するはずがないと言われて皆さんどう思うか、会計士になれるわけがないと、起業できるわけがないと、1億円貯めれるわけがないと、多くの方が反対してきます。この反対されることをいかに無視してやりきれるかどうかっていうのが突き抜ける秘訣です。具体例として、サッカー選手の三浦知良さんは高校を中退してブラジルに行くと高校の監督に言った時に、監督から 100% とは言わないが 99% 無理だと言われました。その時こう答えました。 1% あるんですねと。じゃあその 1% を信じますと答えました。当時15歳で、このリスクを負う覚悟を持つ、勇気を持つ、失敗っていうものにこのような姿勢で向かうっていうのは素晴らしい考え方だと思います。また発明王のエジソンっていうのは2万回もの失敗を経て電球を発明しました。記者がどうしてそんなに失敗を繰り返しても諦めなかったかを聞きました。そうしたエジソンはこう答えました。私は一度も失敗していませんと。成功しない方法を数多く発見し続けてきただけですと。失敗を学んで気づき、成功の過程と捉えること、これらが非常に重要です。続いて4つ目が、仕事にやりがいがあって成果に連動する職業を選ぶってことです。億万長者の多くに共通していることがあります。それは適切な時に適切な場所で理想的な職業を選択したってことです。適切な時っていうのは今何をやるべきかっていう話です。皆さんは今の仕事を一番いい仕事だと思ってやっているかってことです。そして適切な場所です。僕は移動力っていうのを大事だっていうのをいろんな動画で話してます。だから僕は三重県から京都に行って東京に来てます。なぜなら東京の方が GDP が高いからです。東京の方が平均年収も高いですし、収入が高い方が多いです。なので僕は適切な場所っていうのに収入を上げたかったんで東京に来ました。もちろん人それぞれライフスタイルがあると思います。家族が田舎にいるとか子供がいる、その場合なかなか東京に来るとか大阪に来るって難しいじゃないですか。ここで伝えたいのは適切な場所かどうかです。別に地方でもいいんですよ。地方のメリットっていうのはあって、コスト的に安いですよね、家賃とかが。東京ってめちゃめちゃ高いです。そして理想的な職業を選択しているかどうかです。収入を上げるには今自分にできることは何なのか、会社で出世するのか、転職するのか、副
業するのか、フリーランスをするのか、起業の道を挑戦するのか、理想的な職業を選択するってことが大事です。そのためのアドバイスが1個あります。自分の能力を最大限に発揮できる仕事についてるかどうか、そして業績に対して報酬が与えられるような職業を選んでいるかどうかです。ちゃんと歩合がつくか、成果に連動しているかどうかです。今の仕事がそうじゃないのであれば、転職とか副業することをお勧めします。皆さんは何が得意なのか、今やっている仕事にやりがいを感じているか、いかに能力を発揮できるかっていうのが大事です。好きかどうか、やりがいがあるかどうか、そして収入が連動しているかどうか、この2つを満たしているような仕事をすることが大事だと思います。続いて5つ目が、金持ちになるための配偶者の選び方です。1万2000人以上を対象にアンケートを取った結果、長く同じ相手と結婚生活を続けている世帯っていうのは、総資産額のかなりの増加が認められています。逆に結婚生活が短い、長く続かない人たちっていうのは、資産は低いレベルにとどまっています。なので億万長者になりたいのであれば、結婚生活を長く続けるってことが大事です。そのために大事なのが、どんな人と結婚すればいいかです。結婚が長続きする理由として、億万長者が挙げているのは、理想を言えば知的で正直で思いやりがあって柔軟な適応力を持っているってことです。容姿の魅力を第一に挙げていないっていうのがポイントです。容姿の魅力だけで結婚しようなどと考えてはいけないです。知性が重要な位置を占めます。他にも誠実かどうか、信頼できるかどうか、これらをしっかりと意識することをお勧めします。続いて6つ目が、無駄遣いをしないってことです。格安のSIMに切り替える。2016年から電気代っていうのは自由化してるんで、電気の会社を変えるなど、できるだけ固定費を下げることをお勧めします。7つ目が、家を選ぶときは十分に調査研究して積極的に値引き交渉をするってことです。固定費を下げることはめちゃめちゃ大事です。オードリーの春日さんって方は20年間4万円の家賃のところに住んでいました。月収の 10% を貯金するだけで億万長者になることができます。できるだけ家賃を下げることをお勧めします。最後8つ目が、バランスの取れたライフスタイルを心がけるってことです。仕事だけだと億万長者にはなれないです。ライフスタイルっていうのが非常に大事です。なぜ大事かっていうと、多くの億万長者の方っていうのはライフスタイルが実は安上がりって言われます。なぜかっていうと、主に家族や友人との交流を楽しむからです。そしてそれにはお金があまりかからないんですよね。家族で一緒にいる、友人といる、お金がかからないです。逆にライフスタイルが家族にフォーカスしていない人っていうのは、無駄に飲みすぎちゃったり遊びすぎちゃったりするんで、家族との仲の良さ、ライフスタイル、バランスのいい生活っていうのはぜひ心がけてほしいなと思います。それではまとめいきます。まず最初に、億万長者っていうのは実は簡単でって話をしました。ぜひ期待資産額っていうのを計算してみてください。かなり厳しい数字になったと思います。それがなんで厳しかったか、それは貯金をしてないからです。資産っていうのは収入の大きさによって決まるんではなくて、いくら入っていくら出たか、この差額によって生み出されるものだってことです。収入の 10% 貯金するだけで億万長者になることができるんで、ぜひこの話を理解してほしいなと思います。そして億万長者の8か条について解説しました。1つ目が、人一倍の努力をすることです。1万時間の法則の解説をしました。2つ目が、学校の成績じゃないです。成功への意欲、仕事への情熱を持つことです。今の仕事にやりがいを感じているか、本気で没頭しているかどうかです。3つ目が、多少の経済的リスクを背負う勇気を持っているかどうか、そして失敗から学べるかどうかです。エジソンの話だったり三浦和の話、この話をしっかりと復習してほしいと思います。そして4つ目が、金持ちになるための配偶者の選び方です。容姿だけで選ばないことです。知的かどうか、誠実かどうか、信頼できるかどうかっていうのが非常に大事です。結婚生活が長く続く方っていうのは、資産をたくさん貯めることができるっていうのが1万2000人以上を対象にしたアンケートの結果から現れています。6つ目が、無駄遣いをしないってことです。格安SIMに切り替える、電気代を変える、これらをぜひやってほしいと思います。7つ目が、家賃っていうのは積極的に下げていった方がいいってことです。固定費を下げることで億万長者になることができます。8つ目が、バランスの取れたライフスタイルを心がけてください。家族、友人との交流を楽しむことです。これらっていうのはお金がかからないです。貯める力っていうのはめちゃめちゃ大事です。実は20人に1人が1億円以上の貯金を持っています。億万
万長者っていうのは皆さんの隣にいるってことです。隣にいるってことは皆さんも絶対に億万長者、1億円以上の貯金っていうのを作ることができるってことです。この動画見ていただいて感想とか気づきコメントあればぜひメッセージお願いします。チャンネル登録評価ボタンクリックいただければ励みになりますのでぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますのでぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますのでぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。